おでっす。おでっす。はい、今日撮影じゃないですか。はい。ちょっと、まあ、ここに紹介はするとして、なんかざっくりと増えたもんとか、まあ、常日頃から持ってるもの、ちょっと再度見せてもらえないかなっていう。今日は特に持ってきてねえんだよな。もはやね、持ってるものから新しいんで。使い方違う。違います。ああ、これ。これ、アキテルンドさんのノックバット。95センチです。長いね。長いよ。代表にもらいました。まあ、これもね、詳しく後で。そうですね。詳しく紹介して、いきます。まあ、でも、まあ、この辺、バーッと見てもらって、今日動画撮ろうかなと思ってやったんですけど、うん、まあ、こんな感じ。ウィルソンと GS、はい、いつもね、撮影の時はこれぐらいこう用意して、うん、まあ順番に撮るっていう感じではいるんで、まあ、大体これが多分ほんと一部ぐらい。そうですね。まあ本当に毎回違うグローブが多いよね、翔平さんは。最近俺も一緒になってきちゃったけど、ちょっとね、いろいろ変わってます、うん、新しく増えたものもあるし、うん、ちょっと今日は比較とかするんで GS を持ってきたり。そうですね。絆さんのヤナババ、ワッペさんも新しい感じだし、うん、ウィルソンも今日ファーストミット取り比べするんで、はいはいはい、別物だし、はいはい。で、ちょっと待って、あれはあれあれ、あ、これね。あ、もう、リメイクリメイクリプレイか。リプレイちょ作り直してどうする。作り直してんじゃねえよ。あ、これうん、そうそうそう、まあ、これアクティブームのミットなんです。多分これ、はい、本当に多分誰も持ってないと思う。うん、うん、そうね。サンプルの状態、それはね、あの、後で詳しくね。そうです、詳しく紹介するんですけど、これアクティブームのアンシャツのミットですね。はいはいはい、はい、これね、音いいんでね、ちょっとまだこれ硬さがあるんで、うん、まあ育っていっていつか使っていけばいいなっていう。なるほどなるほど。両兵が俺が片付けるね。そう、いや、使っていけばいいな。あ、俺が使うの。なるべく浅めでいきたい。はいはいはい、そんな感じです。まあまあ、いろいろあるし、まあ、うん、最近増えたっつったら、まあ、GS スパイク、やっぱ赤。でもさ、それ紹介してない。してないしてない、ね、白は紹介した。白はしたけど、赤はないと思う。でね、インソールを変えました。あ、SSK の。俺も使ってるわ、それ。専門、専用のやつ。ちょっとね、最近足の疲れが半端なくて、うん、ちょっとこう、すげえむくんじゃん。多分今これむくんでっかな。あー、すごいね。むくんでる？むくんでないですか？ちょっと、撮影用にちょっと遊っときました。むくんでんすよね。すごいこう、むくんでて、うん、ちょっと最近、体調が優れないんですけど。まあね、どうしてもね、水を飲むから、ただでさえむくみやすいから、ね、まあまあ、むくみやすいと思う。まあ、そういうのもあります。まあ、これか。まあ、最近出した、はいはいはい、トフェ TV のハーパン、うん、ハーパンもネイビーと緑と青か、うん、そしてトレンドのやっぱ緑を出したし、はいはいはい、全身緑のできちゃうとちょっとマリモッコみたいなってあれです。一人いるな。いるな、ちっちゃいやつな。いるけどな、ちっちゃいおじさんが。うん、でもまあ普通にシルエット新しいですし、はい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 、こういうシルエットをね、作って。まあ、他にもありますよ、いろいろ。そうね、夏はね、どうしても上焼きは多く持ってこないと。そうね、全身これだったね、ほら。全身青はありだね。てか俺ね、青の組み合わせ黄色好きなんですよ。ああ。もしかしたら白大好き。なんで、これは俺がお願いして、青黄色にしてもらって、やってます。こんなもんかな。特にあとはないかな。でも、この短期間で一気に増えたねっていう。いや、すごい増えた。やっぱありがたい。もう、たくさんの人にこうね、支えられて、はいはいはい、僕らやれてますから、本当感謝の気持ちで。結構あの、僕らができるようなプレゼントとかそういうのは、やって恩返しはしてるつもりでいます。うんうん。両辺も買ったし、なんか。まあ、ちょっと高い買い物を。だいぶ使っちゃってるけど。あれ、ティアルファ買ったの？買いましたよ。やるやん。お金の使い方を間違えたって。やばー。すげー言われて。お前にバッティングのものは必要ねえって言われて。いや、本当だよ。でもね、実際これ使ってから打ってるんだよね。いや、すげえ打ってんだよ。形はどうであれ、やっぱね、ヒットはお金で買う時代だっていうのが。そうなんだよ。俺もレガシーでだいぶね、うん、使ってますけど。あの、この前、試合動画上がるか分かんないけど、こっち硬い方で叩きとかやったりとか。マジか。なんか、できちゃっただけかもしれないけど。半端な。まあ、翔平さん見てたけど。一応あれか、使い分けてんだ。一応、バントの時もこっち使ったりとか。硬い方？そう。おお。で、まあ、普通に、ランナーいない時とかは、ツアートの時とかはこっち使ったりとか。それさ、申告してくんない？いや、バッターに申告しない。こっち使います、あっち使います、トモロ使いますよーって。トモロ使います。薄い方、太い方とか言ってくんないとさ、わかんないわ。鋭い方いきますよーとか。そう、いいね。いいね、じゃあ今度この、これで、ドンってやろう。で、ちょっとタイカップ入れたの。若干。いや、てかさ、待って。てかさ、君もそうだけど、高橋宏斗も、最近自分のレガシーをタイカップにしてんだ、あいつ。もう自分、ずっと、使用高校の時もタイカップ使ったのかな。マジ？うん。ちょっとみんなタイカップしすぎじゃね？いや、まあ元からなんか好き、タイカップは。やば、ストレスがないから。なるほどね。で、バルカンのテープ、めちゃめちゃいいじゃないですか。入れました。これカムイさんで。バルカンは耐久性がいいから。うん、そうですね。いいと思う。まあスプレーやっても負けないのかな。うん、で、ちょうど青だし、あのヒロトからタンプレで青の
歌ってもらってるし、おお、いいじゃない、全身青でも揃えられてるのかな、いいじゃないですか、あるんで、まあね、これで翔平さんに論点してもらおうかなと。わかりました、わかりました、飛ばしちゃいますよ。はいはい、よろしく。はい、で、なんかね、あと靴下も買ったんですよ、これ実は。重心ソックスじゃない、なんかね、メーカーなんだっけな、これ何これ、ベースマンさん、大宮の、なんか売り出ししてて、何これ、ここが、なんかこういうバッテンのラインがよく見ると入ってる、足首のサポートっていう、あ、確かに入ってるかもしれない、うん、結構伸縮性もあるんだけど、スパッツ性っつったらいいな、うん、締まりも良くて結構いい感じです。なるほどね、これもだから3000円ぐらいかな、重心ソックスとかと同じぐらいの値段で、なるほどなるほど、とかで売ってたんで、まあベーマン行ったらちょっとあの商品名は調べておくんで、うん、あのベースマンで売ってるんで、テロップでね、皆さんもし気になったらベースマンで購入してみてください。はいはい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。